カラマーゾフの兄弟ドスタイフスキー前回の続きからです三医学鑑定と一フントのくるみ医学鑑定もまた被告にとっては 対して役に立たたなかったそれにまたこれは後でも分かったことであるがウェチコービッチ自身はあまりこの医学鑑定には期待をかけていなかったらしいのであるもともとこの鑑定はカテリーナが自分一人の了見でモスクワからわざわざ名医を呼び寄せたりしたのでやってみようということになったのであるもとよりこの鑑定のために 弁護の上に不利を招くようなことは少しもなかった夫もひょっとしたら多少はためになったかもしれないそれにしても一方には医師たちの意見の相違からいささか滑稽なことが持ち上がったりなどした鑑定人となったのはモスクワからやってきたというその名医と土地の医師ヘルチェンストベと 若い医師のワルビンスキーであったあとの2人は単に証人として検事に召喚されて出廷したまでのことであるそこでまず最初に鑑定人として質問されたのはヘルツェンストゥベであったこの医者は年の頃70ばかりの老人ではげたごま塩頭に忠誠の頑丈な体格の男であった彼はこの町ではかなり人気があって いの人から尊敬もされていた。誠実な心がけの立派な信心の厚い人で私も確かなことは知らないが何でもフス教派かペーメン兄弟派かの信者であった彼はこの町へ移り住んでからもうかなりになるがその間身を自すること極めて確たるものがあった。 彼は優しい同情深い性質の男だったから貧乏な患者や百姓たちには世療をしてやっていた進んで貧しい棒を食え見舞いに出かけて薬代さえも恵んでやったりしていたしかし彼はロバのように頑固でもあった一旦こうと決めたらてこでも動かなかったついてながらモスクワからやってきた名医が この町へ着いて、2、3日経つか立たないうちに、医師ヘルチェンストベの技量について非常に侮辱的な批評を与えていたということは、ほとんど誰しも知らぬものがないことであった。つまり、モスクワの医師は25ルーブル以上の往診料を取ったのにもかかわらず、町内の誰かではこの名医の来着を非常に喜んで金を惜しまず、 我先にとその診察をこうたのであるしかもこれらの患者たちは彼が来るまでは皆ヘルツェンストベの診療を受けていたのでモスクワの医師は至るところで彼ヘルツェンストベの診療ぶりに無遠慮な批評を加えたというわけであったついには患者のところへ行くといきなり露骨に「誰が一体こんなにしてしまったのです」。 ヘルチェンスト,トベの耳にこんなことが何から何まで聞こえたのは無論のことであったところでこういう状態で3人の意師は質問を受けるために代わる代わる出廷したのであったヘルチェンストベは被告の知能が異常であることは言うまでもないことだと申し立てた 次に彼は自分の意見を述べてここではそれを省くことにするがこの変態は第一被告の過去におけるさまざまな行為によって証明されるばかりでなく現にこの瞬間においても歴然たるものがあると言い出した。しからばなぜ今この瞬間というのか説明するようにと要求された時同意視に持ち前の単純な性格から 率直に述べるのであったそれは被告が宣告法廷入ってくる際こういう場合にふさわしくない妙な様子を見せていたのですつまり彼は兵隊のような歩き方をし目をじっと前に据えていましたところが本来彼は非常な女性崇拝家なので今夫人たちがどんな風に自分を見ているかしらと必ずそう考えて 婦人たちの腰を下ろしている左側の方を見なくてはならんはずなのですこの際ちょっと付け加えておかなくてはならないが彼は好んでロシア語を用いたがどういうわけかその一句一句がドイツ語風になってしまうのであったそうかといってそのために臆するようなことは少しもなかった彼は常に自分のロシア語を模範的なものつまり ロシア人のそれよりもさらに優れた言葉と考える癖を持っていた彼はまたロシア語の言わざを引用するのが大好きでそれを使うその度ごとにロシアの言わざは世界中の言わざの中でも最も立派な最も意味慎重なものだと説いて聞かせるのであったもう一つ言っておこう彼は話しているうちについうっかりして ごくありふれた言葉さえ忘れることがよくあった。よく知っている言葉でも急に度忘れしてしまって口に出てこないのである。もっともドイツ語で話す時にもやはりそうであった。そういう時彼は思い出せない言葉をまるで捉えようとするかのように自分の顔の前で手を振るのであった。そうなるともうどんな人でも。 と忘れした言葉を彼が探し出すまでは彼に話を続けさせることができないのである被告が入廷する際婦人席の方を見るべきはずだったという彼の申し立ては傍聴席にふざけたようなささやきを呼び起こしたこの町の婦人たちは誰もがこの老医師をかなり好いていたまた彼が経験であり潔白であり その反省を独身で通してきて、き女性というものを人しお高い理想の存在と見ていることをも承知していたので思いがけないこの申し立てを非常に不思議なことと感じたのである。さてモスクワからやってきた医師はいよいよ自分の番が回ってきて審問された時被告の精神状態を極めて変態的なものと見る胸を強くはっきりと断言した。 彼はアフエクトとマニアとについていろいろもっともらしい言葉を述べた後収集した多くの材料によって被告は保区の数日前からすでに疑う余地のない傾向に陥っていたので彼がもし実際に教皇を演じたとすればたとえそれを意識していたにもせよほとんど不可抗的に行ったのである。 すなわち彼は自分を支配している病的な精神の衝動と戦う力を全く失っていたのであると論断した彼の言葉によると「その間に当たるやすでに純然たる狂気に陥ることの先触れをなすものなのである」「彼の取った行動はすべて常識と論理に反しているのです」と彼は続けた。 私は自分の実現しなかったこと、つまり犯罪そのもの惨劇そのものについては述べないことにしますが現におととい私と話をしている時ですらも被告の目はじっと座っていてそこに一種説明し難いものが現れていました被告は全くその必要のない場合に笑ったり絶えず不可解な興奮状態に陥ったりして「ベルナール」とか「論理」とか「とか「 そのの他必要なない奇妙なことを口走っていました。しかし医師が被告にマニを認めている主なる点は被告があざむき取られたと信じ込んでいる3,000ルーブルを口にする時には必ず一種異様な興奮に駆られることしかもその他の失敗や侮辱などについて追憶し語るときには極めて平静であることなどであった。 また最後に調査したところによると被告は以前にも3000ルーブルのことに触れるたびにこの場合と同じく必ず夢中になるほど激高しているしかるに彼の無欲転々なことは人のよく証明するところであると述べた造形浅からぬ我が同業者の意見によればと自分の言葉を終わるにあたってモスクワの医師は 皮肉に付け加えていった。被告が法廷へ入る際、婦人席の方を見るべきであるにもかかわらず、正面の方を見ていたということであるが、私はこれについては、ただこう申し上げたいのであります。そういう弾案は、ただに滑稽であるばかりでなく、根本的に間違っているのであります。なぜかと申しますならば、被告が自分の運を決せられるべき法廷へ入ってくる場合。 もちろんあんなふうに自分の正面を見るべきものではないのでありまして実際それはこの瞬間彼が精神の状態を失っている一つの兆候であるとなす説には私も全く賛成でありますがしかし一方被告はむしろ左側の婦人席の方ではなくかえって右側の弁護士のいる方を見るのが普通であったとの断定を下したいのであります。つまり今の場合、 彼は何よりも弁護士の援助に希望をつないでおりかつまた彼の運命は全くこの人の上にかかっているからであります。医師はこのの自分の意見を大胆ににかつ熱心に述べた。ところが2人に続いて最後に審問された医師ワルビンスキーの意外の結論は2人の白髪な鑑定者の意見の相違に 一種変わったたえ添えたのである。ワルビンスキーの意見によると被告は今も以前も全く同じく全く通常の精神状態にあるというのであったもっとも捕獲される直前には事実なみなみならぬ神経の興奮状態にあったことは確かであるがそれは極めて顕著な多くの原因すなわち嫉妬憤怒 普段のの状態などから生じたもとということができる。しかしこの神経の興奮状態は今論ぜられたような特殊なアフレクトをちっとも含んでいるものではないまた被告が法廷入ってくる時左を見なければならないとか右を見るべきはずだったとかいう問題については彼自身の貧弱な意見に従うと比較はその場合実際にそうしたように 必ず正面を見るる。のが当然であるなぜならこの際被告の全運命を左右する裁判長や他の裁判官たちは正面に腰を下ろしていたからであるしたがって彼が正面を見ながら入廷したということはとりも直さずその瞬間に彼の精神状態が全くノーマルであったことを証明しているものでありますと若い医師はいささか熱を帯びた調子で 自分の貧弱な証言を結んだのであった。いよう、ドクトル。と、ミーちゃんは自分の席から叫んだ。まったく君の言う通りだ。言うまでもなくミーちゃんは静止された。しかし、若い医師の意見は裁判官にも傍聴者にも 等しく最も決定的な影響を与えたそれは後で分かったことであるがみんなはこの医師の意見に賛成していたのであるところで次にヘルチェンストブが今度は証人として尋問を受けることになったがその時彼は思いがけなくもミーちゃんに有利な証言を与えたこの町に古くから住んでいて昔から ラマゾフのの家庭のことをよく知っていた彼は、有罪説を主張する側に対して非常に興味のあるいくつかの申し立てをした後で不意に何かを思いついたかのように次のようなことを言い出した「けれどもこの哀れな青年はもっともっと立派な運命を受けても良いはずでありました」というのはこの人は子供の自分にも成人してからも 立派な心の持ち主ででああったからであります私はそれを知っている。だがロシアのことわざに自分に知恵があるのは良いけれども他人の知恵を借りるとなお良いつまりそうすると知恵が1つでなく2つになるからだというのがありますが「1つの知恵は結構だが2つの知恵はなお結構というのでしょう?と」とンジはもどかしそうに口を挟んだ。 ゆっくりと長たらしし、い口調で話をし長州の退屈にはとんとお構いなくかえってバレエ書のような鈍い独りよがりのドイツ式の稽古を非常に尊重するこの老人の平成の癖を賢治はもう前から知っていたのである老人は稽古を吐くのが好きであったああそうそうわしの言おうとしたものもそれです。 そっかでは根強く合図を打った。一人の知恵は結構だが、二人ならなおさら結構。しかし、この人のところへは他に知恵を持ったものがいかなかったので、この人は自分の知恵をダメにしちまったんです。ところで、いったいあの人は自分の知恵をどこへ使ったのか。えーと、どこだったかな。ちょっと私は言葉をど忘れしてしまったが。 自分の目の前で片手を振り回しながら、彼は言い続けた。道楽でしょええ、そうです、そうです。道楽です。だから私もそう言っているのです。あの人の知恵は道楽に使われた。そうしてとうとう深いところへはまり込んで、道に迷ってしまった。だがこの人は恩義を忘れぬ。情の深い青年でしてね。ああ、私はこの人がまだ、 女子供だった自分のことをよーく覚えておりますが父親からまるで面倒を見てもらえないで靴も履かずにボタンといえば一つくしかないズボンを履いて地べたを駆けずり回っておりましたよ。頑丈のこもったしみじみしたご長がたちまちにしてこの高尚な老人の声に響くのであった。フェチコービッチは何かかをを予感したかのように身を震わせると、 すぐその話の後をつけた。ああ、そうです、そうです。私もまだその自分には若かった。私は、えーと、そうだ、私はその自分45歳で、ちょうどこの町へやってきたばかりでした。私はその時、この子がかわいそうになりましてな、この子に1分とどうしても買ってやらにはなるまいと、こう考えましたです。えーと、なんだっけな、 1一分と買ってやるというのは何と言ったか忘れたつまりそれは子供たちが大変喜ぶものでしてな何だったかなえっ、ー、と何だったかなと医者はまた手を振ったつまりそれは木になるものでそれを取って子供たちによくやるものですがりんごですかいやふん と、りんごは1020と数えるもんでしょう。ふんととは言いませんがないや何でもた,たくさんあるものでみんな小さいもので口の中へ入れてカリカリとかみ割るもんですがくるみですかね